コミ乾燥コミ乾燥コミ乾燥はコミ乾燥科の一年草。別名キツネの茶袋。高さは10から40センチ。直立系は鉱色を帯び、それから分子のない小枝を横に出す。葉は長さ1センチ前後の長大円型で、ほとんど無柄。直立系では株にのみやや大きい葉がつき、上部では輪ペン状に耐火しているが、小枝には左右2列に分かれて、 密に誤生し、小枝は、う上ょ葉服用のように見える。また小枝の葉は、就民運動し、夜には二列が上側へ閉じる。その点でも豆か植物の服用に似ている。花は、単精で、学編とめしべ、または、湯水からなり、緑白色で、直径1ミリほど。小枝の溶液から下向きに夏に咲き、ほとんど無柄小枝の基部から、中央部には芽花。 先端部には、尾花がつく。果実は、直径3ミリほどのやや扁平な球形の果てで、多数の種子を含み、赤く熟し表面には、横方向の凹凸が多い。そのため、見かけは、小さなみかんを思わせ、和名の由来にもなっている。その形は、うじょ葉の主軸の下側に、実が並んでいる、と見える。道端や畑に多く見られる。日本では、 関東地方異性の各地、また韓国、河南、東南、南アジアに分布し、さらに世界の熱帯、亜熱帯に広く気化している。日本にも、不味全気化植物として入った可能性がある。類似種には、葉が細く直立系にもつく姫メ乾燥、花柄が長い気化植物の流れ込み乾燥などがある。込み乾燥属には、双本と木元があり、世界の熱帯、 アネッタイを中心に800種前後が分布する。いずれも直立系から横に出た小枝に、多数の葉が地球上複用風になる。なお、花込み寒木も見かけは本種によく似ているが、こちらは小さいながらも木本である。岩月秀明、街でよく見かける雑草や野草が、よくわかる本集和システム。2006年11月5日。ISBN4 から798014850。79 P328, ありがとうございます。